これは僕が学生の時のトラウマです。これは僕が学生の時のトラウマです。これ。何？何？何？私のパンツと君のパンツ交換しない？な、いいよ、いいよ、いいよ。そして君は僕の男性用パンツを履いた。普通にかっこよかった。そして僕は君の女性用パンツを履いた。はみ出ていた。一緒に買い物行こう。ブラーンブラーンブラーン。なんか歩きづらいな。はみ出ていた。それから数年後、その子は他の女子と僕の目の前でこんなことを喋っていた。女性用のパンツ履く男子って信じられないわよね。引くわよね。キモいわ。女性用のパンツ履く男子って信じられないわよね。引くわよね。キモいわ。そんなあの時の二人の絆は何だったんだよ。それからというもの、僕は女性用のパンツを履かなくなった。でもそれからまた何年か経ち、ジェットリンダ主催の女装ロックライブに出演することになった。ロケンロー、ロケンロー、ロケンロー、ヌメアンちゃん、ちゃんと女装してきてね。オッケー牧場。リンダはハイレグリで行くからね。ロケンロー。はい。他の出演者も、はみ出し者揃い。ブラーン。よーし、俺も、はみ出すぜ。ブラーン、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 ブラーン。はみ出てる。なんか、ブラーン、ブラーン。よし、俺も、ブラーン、よし、俺も、ブラーン、ブラーン、はみ出てる。ブラーン、ブラーン。女性用パンツを履かなくても、常識からはみ出た、すごい演奏だぜ、ヌミャン。ブラーン、ブラーン、ブ。でも次からはちゃんと女装してねって、ロケンジェロットリンダに怒られちまったぜ。ロケンロー、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 ブラーン、ブラーン、ロケンロー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 、ブラーン、はみ出ていた。